平野紫のデニム姿が話題沸騰。神宮寺優太の黒ジャケットが魅力的。岸優太の白ジャケットが光る。ナンバーアンダーライン愛のバックステージフォト公開。テレビの前に集まったファンたちが息を呑む瞬間があった。待ち望んでいたナンバーアンダーライン愛のバックステージフォトが公開されたのだ。平野紫は力強いデニムの衣装をまとい。 キシユタはエネルギッシュな白いジャケットを身につけ、神宮寺ユ太タは黒いジャケットで登場。これらの衣装の対照的な色合いがステージ上での彼らの個性を一層際立たせ、ファンたちはその美しい調和に感動した。そんな彼らの姿を目にしたファンたちの心境を想像してみてほしい。ファンたちは、テレビの前でワクワクしながらその瞬間を待ち望んでいた。SNS 上には、ワクワクが止まらない。 いやドキドキしっぱなしですという声があふれ彼らの興奮と期待が伝わってくるこのようなファンの期待に応えるためアーティストたちはどれほどの努力を重ねてきたのだろうか実際のステージパフォーマンスがどのように行われるのかその舞台裏での準備はどれほど緻密に行われているのか彼らの努力や苦労が報われる瞬間を目の当たりにすることでファンたちは一層深い感動を覚えることだろう 例えば、ステージ前のリハーサルでは、何度も何度も同じ動きを繰り返し、完璧を追求する姿が見られる。汗だくになりながらも、一つ一つの動きを磨き上げ、最高のパフォーマンスを目指すその姿勢には、プロフェッショナルとしての誇りと情熱が感じられる。その一方で、ステージに立つ瞬間までの緊張感やプレッシャーも計り知れないものがある。ステージの幕が上がる直前、 心臓が高鳴るのを感じながらも彼らは自分たちの全てを捧げてパフォーマンスに挑むその瞬間に感じる達成感や充実感は言葉にできないほどの喜びだろうそれはまさに彼らがどれだけ努力してきたかを物語る瞬間でもあるさらにファンとの交流も彼らにとって大切な時間だ SNS を通じて寄せられる応援メッセージや コンサート会場で直接感じるファンの声援は、彼らにとって大きな励みとなる。その声援に応えるために、彼らは日々の練習に励み、一歩一歩成長を遂げていく。ファンとアーティストが共に歩むその道のりは、時に困難を伴うこともあるだろう。しかし、その困難を乗り越えるたびに、彼らの絆は一層強くなり、共に成長していくことができる。例えば、 あるファンが SNS で今日も爆池大優勝ですとコメントしたとき、アーティストたちはそのコメントを見て励まされる。そして、その期待に応えるために、さらに努力を重ねていく。ステージ上でのパフォーマンスが終わり、拍手喝采を浴びる瞬間。そこには、アーティストとファンが一体となって作り上げた最高の瞬間がある。その瞬間を共に喜び、共に感動することで、 彼ららの絆はさらに深まるそして、その絆が次のステージへとつながっていくのだ。このように、アーティストとファンの関係は、単なる一方的なものではなく、互いに影響し合い、成長し合うものである。例えば、あるファンが、ナンバーアンダーラインアイのバックステージフォトありがとうございます楽しみですとコメントしたとき、アーティストたちはそのコメントに答える形で、 さらに素晴らしいパフォーマンスを披露しようと決意する。その決意が、次のステージでの素晴らしいパフォーマンスにつながり、ファンたちを一層感動させるのだ。このような関係性は、他のアーティストとファンの間にも見られるだろう。しかし、ナンバーアンダーラインアイとそのファンたちの関係は、特別なものである。彼らの絆は、時間をかけて築かれたものであり、 互いいいに深い信頼と尊敬の念を持っている。例えば、あるファンが「今日も麗しい3人スパークスパーク登場をワクワクしながら待っています」とコメントした時、その言葉には彼らが長い間ナンバーアンダーライン愛を応援し続けてきたことが感じられる。その応援に応える形でナンバーアンダーライン愛はさらに成長し、素晴らしいパフォーマンスを披露するのだ。このような関係性が、 彼らの魅力を一層引き立てているファンたちはナンバーアンダーライン愛の成長を見守りながら自分たちも成長していく。その過程で互いに励まし合い支え合うことでより強い絆を築いていくのだ。ステージ上での彼らのパフォーマンスはただのエンターテインメントではない。それは彼らがどれだけ努力してきたかどれだけの情熱を持っているかを物語るものである。 そして、その努力や情熱が、ファンたちに感動を与え、彼らを応援する力となるのだ。例えば、あるファンが、待ってました。めちゃくちゃかっこいいスパーク楽しみにしてますハートの簡単譜とコメントしたとき、その言葉には、彼らが、ナンバーアンダーライン愛を応援し続けてきたことへの感謝と期待が込められている。その期待に応える形で、ナンバーアンダーライン愛はさらに努力を重ね、 素晴らしいパフォーマンスを披露するのだ。このように、アーティストとファンの関係は、互いに影響し合い、成長し合うものである。そして、その関係性が、彼らの魅力を一層引き立てている。例えば、あるファンが、楽しみに待っていますとコメントしたとき、その言葉には、彼らが、ナンバーアンダーラインアイを応援し続けてきたことへの感謝と期待が込められている。その期待に応える形で、 ナンバー・アンダーライン・愛はさらに努力を重ね、素晴らしいパフォーマンスを披露するのだ。このような関係性が、彼らの魅力を一層引き立てている。ファンたちは、ナンバー・アンダーライン・愛の成長を見守りながら、自分たちも成長していく。その過程で、互いに励まし合い、支え合うことで、より強い絆を築いていくのだ。ステージ上での彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテイメントではない。 それは、彼らがどれだけ努力してきたか、どれだけの情熱を持っているかを物語るものである。そして、その努力や情熱が、ファンたちに感動を与え、彼らを応援する力となるのだ。例えば、あるファンが、待ってました。めちゃくちゃかっこいいスパーク楽しみにしてますハートの簡単譜とコメントしたとき、その言葉には、彼らが、 ナンバーアンダーラインアイを応援し続けてきたことへの感謝と期待が込められている。その期待に応える形で、ナンバーアンダーラインアイはさらに努力を重ね、素晴らしいパフォーマンスを披露するのだ。このように、アーティストとファンの関係は、互いに影響し合い、成長し合うものである。そして、その関係性が、彼らの魅力を一層引き立てている。ファンたちは、 ナンバーアンダーライン愛の成長を見守りながら、自分たちも成長していく。その過程で、互いに励まし合い、支え合うことで、より強い絆を築いていくのだ。ステージ上での彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテイメントではない。それは、彼らがどれだけ努力してきたか、どれだけの情熱を持ち、っているかを物語るものである。そして、その努力や情熱が、 ファンたちに感動を与え、彼らを応援する力となるのだ。例えば、あるファンが、待ってました。めちゃくちゃかっこいいスパーク楽しみにしてますハートの簡単譜とコメントしたとき、その言葉には、彼らが、ナンバーアンダーライン愛を応援し続けてきたことへの感謝と期待が込められている。その期待に応える形で、ナンバーアンダーライン愛はさらに努力を重ね、素晴らしいパフォーマンスを披露するのだ。 このように、アーティストとファンの関係は、互いに影響し合い、成長し合うものである。そして、その関係性が、彼らの魅力を一層引き立てている。ファンたちは、ナンバー・アンダーライン愛の成長を見守りながら、自分たちも成長していく。その過程で、互いに励まし合い、支え合うことで、より強い絆を築いていくのだ。ステージ上での彼らのパフォーマンスは、 ただのエンンターテイメントではないそれは彼らがどれだけ努力してきたか、どれだけの情熱を持っているかを物語るものである。そして、その努力や情熱が、ファンたちに感動を与え、彼らを応援する力となるのだ。例えば、あるファンが、待ってました。めちゃくちゃかっこいいスパーク楽しみにしてますハートの簡単譜とコメントしたとき、その言葉には、彼らが、 ナンバーアンダーライン愛を応援し続けてきたことへの感謝と期待が込められている。